はい、どうも、黒いりんごの庄司です。今回はね、またどうしてこうなるの？やっていきます。続きから。はい。楽しみ。校外合宿はデート。まあ、前のどこで終わったかもう覚えてないんだけどさ。校外合宿の学習のグループ分け、気になる彼を。今日は校外学習のグループ分け、片思い中の彼と同じグループになりたい。ねえ、ねえ、彼、まだフリーみたいだよ。さあ、そうさあ、そう。いい思い出が作れそう。記念写真を撮ることになった。どうしよっかな。みんなで撮ろう。うん。ダメでしょ。なぜそこがラブラブに裏切る。いや、でもあるかもよ、そういうの。撮って。はい。おい。おい。片思いの彼とツーショット。写真だよ。いい写真が撮れた片思いの彼とラブラブツーショット。いいね。迷ってしまった。どうする？ん？スマホじゃない。どうして勝手な行動をするんですか？集合時間に遅刻して怒られた。まさか二人ともスマホの充電が切れてると。じゃあチーズね。はい、チーズ。集合時間に間に合った。地図を頼りに帰ってこれた。でもラブラブしちゃう。でも周りの目も気になるし、どうしよう。隣にでいいじゃん。帰りの席自由だったよね。どこに座る。隣同士で座ると変な噂立ちそうだな。どうしよう。隣に。はいはいはい。そんなの関係ないよ、恋愛に。おお、少女マニア。疲れちゃったんだね。すっごい片付ん、重たい。バスで片付いいじゃん。あ、終わった。修学旅行の夜、男子部屋へ行こうと誘われた。どうしよう。行かない方がいいんじゃないの。男子の部屋行かない。気になってる会に、あれ、まあ行っちゃいけ。おい、行動しないと。男子部屋潜入成功。彼の部屋に姿、いきなり刺激が強いよ。金髪いいのが修学旅行。男子と一緒にトランプ大会。なんか危険な予感がするけど、やる。私って台本を下に。私って台本は下手すぎなのかな。再会争いになった。私か彼かどちらかが好きな人を言う。気になる彼と二人の勝負。負けないんだからね。大富豪で残ったのは気になる彼と私だけ。負けた方が好きな人を告白する罰ゲーム。絶対負けないんだからね。ん？カードを出す順番を間違えなければ私の勝ち。好きな、んじゃ8じゃない。8にリードはってなかったっけ。はいはい。え、負けた。負けちゃった。早く言えよ、早く。やばい、先生が来たおかげで言わずに済んだ。先生に救われた。でも見つかったらやばいよね、これ。やばい、先生が来たみたい。どうしよう。これはおしりでしょ。女子はさっさと戻りなさい。おしりがいっぱいだったんで。先生もう邪魔。じゃない、布団の中。くっついちゃう。ほらほら、どさくさに紛れて彼の負担に入っちゃった。修学旅行って最高。でもこれ体臭臭かったら嫌だよね。俺ちょっと気にするわ。俺だったら脇臭くないかなって。彼と同じところに潜って急接近。心臓の音聞こえてないかな。大学の先輩。
大学の講義まだ空いてるみたいだけど、どこに座る？大学の先輩、前の方でいいんじゃない？遅れてきた人、遅れてきた人、ここわかる？わかりません。完全に教授に目をつけられた。あ、ごめん、はい、後ろの方。隣ごめんね。イケメンな。私より遅れてイケメンの先輩が隣の席に座った。でもこれチャラいかもよ。何が始まった？せっかくだから仲良くなりたいけどどうする？イケメンだけどさすがに寝すぎじゃない？起こす、喉を取る。ね、ノート借りていい？そう、いっぱい書いてたでしょ。え、私？ノートをしっかり書いてたおかげで先輩と仲良くなっちゃった。え、てめえもう勉強しろよ、チャラ男くん。気になる先輩からバイト先のチラシをもらった、行ってみる？ノートありがとうね。俺っちゃなんだけど、これ俺のバイト先のチラシ、サービスするから来て。行きたい。行きたいでいいじゃん、本心。はい、先輩の働いてるお店に来た。いらっしゃい。え、バーテンだったんだ、かっこいい。意外すぎる、その制服かっこいい。先輩から思ってもらえるみたい。やった、飲んじゃおうかな。授業中に 寝ちゃうのはバーで働いてたからなんだ。なんだ、あ、女のセリフ。バーで働いてたからなんだね。そういうこと。なんか飲む、おごるよ、一杯だけ。はいはい、余裕。今日は君のために貸し切りにしたんだ。本当？嘘嘘、まだ開店時間じゃない、ん？じゃないだけ。でも開けなかったら貸し切りになるよ。お店に二人きり、これってデートに入るよね。まあ、終わった。入社して1年、上司が大きい仕事をやってみないかと聞いてきた。どうする？新しいプロジェクト、君も参加してみないか？やります。イケメンと出会うと、さっきの修学旅行のやつに似てんな。新しい部署に異動になった。よろしく。マジイケメン。社内最高のイケメン先輩のチーム、社内一イケメンの先輩の社について勉強することになった。新しい仕事で分からないことがある。どうする？質問する。新しい部署に移って初めてのことに質問する。はい、どれどれ。これは、近くない？セクハラじゃない、この男。緊張して内容が頭に入らないよ。イケメン先輩が、イケメン先輩ガガ、レディガガ、イケメン先輩ガガ、パソコンを覗き込む形で急接近。仕事終わりに先輩がやってきた。あ、晩ご飯を食べに行くらしい。遅くまでご苦労さん。晩ご飯どうすんの？よかったら一緒にどう？これ誘ってんじゃん。行きます。行くしかないでしょ、そんなこと言われたら。乾杯。乾杯。先輩の森でいいお店に連れて行ってもらった。やったね、先輩と仕事終わりデート。ん、この後は？先輩は困ってることないかと聞きに来た。新しい部署大変でしょ、悩み事とかあったら聞くよ。実は、おー、すげえ、俺パーフェクトじゃん。この話はもう十分頑張ってるよ。明日からも仕事頑張れる気がする。先輩が慰めながら頭ポンしてくれた。すげえ行動力早くない？この男すげえ自信あんだな。運転見合わせ。
大学からの帰り駅に着いたら、授業が早く終わったのに電車が止まって家に帰れない。積んだ。どうしよう。カフェ。うん、ちゃった。うん、カフェで勉強しようと思ったけど、結局スマホで、ね、SNS 見てるだけだった。ダラダラして時間が過ぎた。はい、うん、じゃあショッピング。偶然だね。もしかして電車止まって帰れなくなってる。やだ、大学トップのイケメン男子。イケメンに遭遇。イケメンの彼も電車で立ち往生してたみたい。イケメン、源泉で暇つぶすんだけど、よかったら来る。どうしようかな。行きたい。うまい。なんか源泉デートみたいになってる。俺これやりたい。ちょっと簡単。俺これやりたい。なんかゲセン、こいつチャラそうなんだ。大学生って聞くだけでなんかチャラそうに聞こえるわ。 UFO キャッチャーやることに。彼が何回かゲームをした後に誘ってきた。あのクマかわいい。 UFO キャッチャーだったらできんじゃない。やろうよ。できるかな。はい。大丈夫、手伝うからさ。彼が覆いかぶさってきてゲームどころじゃなかった。こいつやべえだろ。チャラい。もう、体目的じゃないこいつ。このまま取れるんじゃない。あと一押し。奇跡的に持ち上がった。やった、いい感じ。どんどん。これダメで、ね、通報されるわ。頑張れ。取れた。キャー、嬉しい。喜びすぎだった。かわいいな。かわいい。お前元から狙ってたんだろ、チャラ男くん。彼にも気に入られたみたい。こんな頭なでなでとすごいよ。普通やんねえから。先輩の卒業式に出られず。出られない、今日は先輩の卒業式。でも卒業式には出られず。先輩が卒業なんて悲しいです。出たかったな卒業式。わかる。なんで在校生って全員参加じゃないんだろうね。どうすれば先輩に今会えますか。はい。おい。めえ。いいよ。式が終わったら体育館の裏で、先輩と会う約束を取り付けた。先輩と会う、はい。先輩が来た。なんて声をかけよう。おめでとうだよ。は？なんか嬉しそうだな。俺がいなくなるのも嬉しいか。違うよ。変に受け取られた。変に上がり。はい。じゃあ、先輩。大げさだな。そんな泣くことないだろう。嘘泣きも戦術なり。嘘泣き？結構計画的なやつだな。先輩に頭を撫でてもらえた。ねえ、これを狙いやったな。やばいね。卒業式で男子から欲しいのって言ったら、あれでしょ、第二ボタンでしょ。授業ないのに学校来てくれてありがとな。そうだ、なんか欲しいのある？第二ボタン。はい。学ランじゃないし第二ボタンはないよ。ネクタイあげる。やった、ありがとう。彼からのネクタイいただきました。卒業式もあって彼が少しセンチメンタルになってる。なんて返そう。でもやっぱおめでとうって言われるとちょっと寂しいな。なんて返そう。そんなことないよ。なんで。
おいおいおい、おうおうおう、お前と会えなくなるのはおめでとうって感情じゃないんだよな。俺は卒業しても会いたいっていうか、そばにいてほしい。そして付き合った告白されました。彼は学校を卒業しましたが、私はもう毎日彼に会ってます。よかったね、おめでとう。初詣ではみんなでおみくじで今年の恋を占っちゃう。そっと振る。強風が出た。すぐに結ぶあれ、何してんの。クラスのイケメンと鉢合わせた。クラスのイケメンと遭遇。これは何かあるかも。彼も私もおみくじの結果は今日だったみたい。もう一度二人でおみくじ。もう一度、いやもう一度しても、もしかして今日でも引いた。そっちこそ今日引いたでしょ。そうだけど、もう一回引くよね。引くよ。激しく振った方がいいんだよね。今日出たらもう一回振るの。ダメだった。うん、やれ大吉なんで私だけ。はい、二人とも吉。同じか。面白くないな。恋愛を身近な人物の隠れた魅力に気がつけば発展の施し。二人とも吉。まあいいか。なんか恋愛運が意味深。イケメンはおみくじの内容に満足していない模様。吉か、微妙だな。イケメンはおみくじの結果に満足しない模様。もう一回大吉目指して引くよね。どうしようかな。これでいいちなみに恋愛運のところは何て書いてあった。俺のは身近な人物の隠れた魅力に気がつけば発展の施しだって。え、同じだ。イケメンと恋愛運も一緒だった。なんか不思議な感じ。男子もグループで来てたみたい。何してんの、遅い。あれ、男子いる。なんだ、こいつらもいたのか。これからどうする。守り解体。あ、ダメでした。俺ら屋台の方行くから。じゃあな。終わった。屋台で何か食べよう。はい。俺、屋台のベビーカステラ食べたい。まあ、うまいよね、ベビーカステラ。あの、匂いも最高だよね。でも、たこ焼きも食いたいな。私も食べたい。行こう。それから、二人は意気投合した。なんか二人、仲良くない?新年早々に彼氏ができました。体調不良で、さっきの終わったな。スポーツテストの日、少し体がだるいけど、どうしよう。今日はスポーツテスト。はい。見学します。具合悪いのにやるわけないじゃん。見学の日と記録係をお願いね。よろしく。部活で怪我したイケメン同級生と一緒に記録係をすることに。部活で怪我した、はいはい。一緒に休んだせいで、一部の男子からからかわれた。どうする。見学したせいで、マジあいつ見学なん、あいつなんで見学。生理だろ、ビッチだからな。絶対そう。はクソやんお前ら、ゴミが。何も知らねえで何言ってんだよ。逃げる。はい一人で泣いた。ダメだったな。我慢。はい、気にするな。彼が耳元で気にするなと慰めてくれた。次の測定機器を運ぶよう指示された。そこそこの量だが、どうする。これ職、職員室まで運ぶしかないでしょ。体調悪いんだろ、俺が持ってく。怪我してるのに。イケメン君が持ってくれた力持ち、かっこいい。まあ男子はなんか顔面に当たってなって今。あのボール投げのボールが直撃かわいそうだね。突然あのボールが起動、それで顔面やべ。
我慢する。保健室まで辛抱して、お姫様抱っこ、あんたも怪我してんじゃないの。彼は怪我でベストな記録は出せないが、ほぼ健康体だった。お姫様抱っこで保健室まで連れてってくれた。あ、終わり。もう、うん、これ30までやったらやめる。校外学習は遊園地。今日は校外学習で遊園地結構回ったけど、次どこ行く？化け屋敷。はい、余裕。2人でお化け屋敷楽しんできて。ジェットコースター行こうぜ。あ、うん、なぜか2人で行くなのに。え、2人で行くの？お化け屋敷の前まで来た。思ったより怖そう。雰囲気あるね。怖くない？大丈夫だよ。行こう。イケメンに引っ張られて、いざお化け屋敷の中へ。彼って頼もしい。どっちが前を歩く？二人きりでお化け屋敷。通路狭いな。どうする？先頭がいい？後ろがいい？後ろ。ね、ダメなの？出たー。置いていかれた。嘘でしょ。彼はお化け屋敷から一瞬で出ていった。雑魚や。まあ俺もお化け嫌いだけどさ。先頭。俺ゾンビとか平気だけど、こういうのダメだわ。ビビり可愛い、頼もしいと思った私はバカだった。でも彼の意外な一面が見れてよかった。これわざとじゃない？抱きつくためのさ、セクハラやろ。彼はげっそりだけどとても楽しかった。彼と二人っきりだし、次はどこへ行こうかな。すげえ骸骨みたい。怖かったね。次は観覧車に乗らない？うん、違うよ。ジャパニーズホラーの壊すと高い。うん、ジャパニーズホラーだわ。うん、ジャパニーズホラーの壊すと高いところはダメなんだ。高所恐怖症も持ってた。苦手なものが多かった。はい。俺が抱きついたの、絶対に言うな。二人だけの秘密になった。指とまでしてきてた。彼は必死だったので、みんなには私はすごく怖がったという話をした。瞬時にそれ考えてできるのはすごいよね。コミュニケーターがゼミの学習合宿。なんか重くなってきたな。あ、ちょっと重いな。ちょっと今回はここまでにするわ。まあ、また次回やっていきます。よかったら高評価、チャンネル登録よろしく。じゃあ。